平泉は、沖縄テレビ放送報道制作局報道部、副部長、アナウンサー、映画監督。身長163センチメートル。沖縄県那覇市の出身で、沖縄県立那覇高等学校から、琉球大学法文学部地域社会科学コースへ、進学。大学卒業後の1999年に、アナウンサーとして、地元の沖縄テレビ放送へ入社した。 本来の死亡は記者職であったが、当時の日本国内の放送局では女性の採用が少なかったことから専門職として女性に門戸を開いているアナウンサー試験で全国の放送局を案略したという。ちなみに沖縄テレビではアナウンサーも全員報道制作局の報道部に所属している。沖縄テレビへの入社後は沖縄ローカルの報道、情報番組に加えて フジテレビ系列で放送される全国ネット番組にも随時出演。所属部署の報道部では主任や副部長を経て2017年3月1日から部長相当の待遇を受けている。また、報道キャスターとしての活動と並行しながら過疎の村に響く小森歌の制作を皮切りにドキュメンタリーのディレクターとしても活動。以降に制作した作品で、 数々の表彰を受けている。2018年に制作した菜の花の沖縄日記は同年の第38回地方の時代映像祭でグランプリ日本民間放送連盟賞のテレビ報道番組部門で優秀賞を受賞するなど沖縄県内の放送局が制作したドキュメンタリーで初めての開挙を成し遂げた。2018年は 沖縄テレビの開局60周年にも当たることから、平は横山高春のアドバイスをきっかけに、開局記念企画の一環で、菜の花の沖縄日記の実写映画化に着手。ちむぐりさ菜の花の沖縄日記というタイトルで沖縄県内を皮切りに、2020年から日本全国の劇場で順次公開されている。このような実績が高く評価されたため、2019年には、 日本女性放送者懇談会の放送ウーマン賞を受賞した。プライベートでは2005年に結婚。報道部副部長時代の2015年に第一子を解任したため、同年8月から1年間の3003休暇を取得した上で出産に至った。ちんち、沖縄テレビ放送 ABCD 民保ワーク。 番組制作者からのメッセージ、沖縄テレビ放送、報道制作局報道部アナウンサー平良、泉三人事、沖縄テレビ放送、地方の時代映像祭2018年入賞作品一覧、日本民間放送連盟賞、2018年入選、自席テレビ報道部門、ご報告、オッー部アナウンサー平良泉、日本民間放送連盟賞、2011年、入選、 自席テレビ報道部門第49回ギャラクシー賞、奨励賞第50回ギャラクシー賞入賞作第50回ギャラクシー賞、奨励賞第51回ギャラクシー賞入賞作、日本民間放送連盟賞、2015年入選、自席テレビ共用番組部門、黒柳哲子さん、キキキリンさんも受賞した、放送ウーマン賞、オットーブキャスター・平さん受賞放送ウーマン賞2019、 ありがとうございます。